ブレーメン通り商店街、ブレーメン音楽隊増ブレーメン通り商店街とは、東急東横線、元住吉駅西口より出て、すぐ始まる商店街。神奈川県川崎市中原区牧月にある。1990年10月に、元住吉西口商店街から、名称を変更し、元住ブレーメン通り商店街振興組合となった。1991年3月には、 ドイツブレーメン市にある商店街、ロイドパサージュとの友好提携に合意した。商店街の中ほどには、ロイドパサージュから友好の証として送られた、ブレーメン音楽大像がある。東急東横線の高架を挟んで、反対側には、オズ通り商店街がある。かつては、商店街が店を開く前の朝の、川崎駅方面のみ、川崎市交通局、 川崎鶴見臨港バスのバスがブレーメン通りを経由して運行されていたが、津波街道の工事に伴い、2011年5月14日をもって経路変更となった。津波街道の工事の進捗により、翌年の9月4日にはブレーメン通り経由の運行に戻すことも可能となり、10月15日には戻す予定であったが、ブレーメン通りが小学生などの通学路となっている。 こともあり、商店街近隣の住民などからの要望で、そのまま迂回運行を継続することとなった。ブレーメン通り経由の便しか通らない、伊田中の町の住民や、元住吉駅で乗り換える利用者などから反対があり、市民の声すら2分される状態となる中で、当初は所要時間を理由にブレーメン通り経由の復活を希望していた交通局も廃止に傾き、 2014年2月20日に、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ路線退出の移行を申し出るに至った。木月一丁目バス停が、迂回路から300メートル以上離れているため、廃止にあたっては、地域協議会での協議が本来必要となるが、前述したような地域内での意見対立もあり、説明会の開催すら反対により行われないなど、 状態は膠着していたが、かつて交通局側が運行再開希望の理由として挙げていた、所要時間も、津波島街道の工事完了後は、同水準となっていること、また元住吉駅の利用者が、運行休止後の5年間で4000人増加するなど、周辺住民が増加しており、所要時間や安全性が確保できなくなっていることを、理由として、 協議を待たずして2016年6月28日に廃止届出を行い、6ヶ月後の12月28日付で廃止となった。なお、臨港バスについてもブレーメン通り経由の路線は廃止となる見通しである。ありがとうございます。